はい、お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。麻雀中に中継しておりますが、はいはい、麻雀ラジオといったところですか。そうですね、しがない麻雀ラジオでいいですか、はい、タイトルは。突然麻雀してるときに動画回すのやめてくれません？フラッシュパールで炊いてさ今何時だと思ってるんですか。夜中の1時ですね。でもあと東京行くんでしょ。はい、僕この麻雀終わったらこのまま車で東京行きます。もう行かなくていいんじゃない。行きますよとなって、はい、大変失礼な状態でございますが、ですね、お話しさせていただきたいと思います。はい。福岡お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最高でした。福岡ヤンマもね、福岡、はいね、楽しませていただきました、はいはい、ご来場いただいた皆様、本当ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。どうでしたか。最高です。個人的に、はい、じゃあ、順番にちょっと福岡の感想を言うから。はい、 いや僕はもう本当、和樹さんともジンさんにも本当頭が上がらないんで、いろいろ勉強させていただいて、とにかく楽しませていただいたので、ありがとうございましたという気持ちでいっぱいですね。はい、喋るの上手、はい、うん、まあ、あと福岡の人たちが本当に温かくて、うん、幸せに感じました。福岡大好きよね。はい、大好きです。なんか頭にこんだけ綺麗にさ、うん、なんか定型文みたいな喋り方、うん、おい、やめろ。 俺この後何喋ったらいいのみたいな。俺そのもう絞りかすみたいなやつ。龍が今綺麗にみたいな。次ヤンマ、ヤンマ、ヤンマどうやったの。あ、次僕なんすか。なんで俺を取りにすんの。全然最後で行きたかったんすよ。ヤンマちゃんと被らんと言って。ヤンマ、あ、まあね、福岡の人たちに向けて。いや、ほんと福岡の人たち、あったかくてね、もう、ほんとに、もう、売り上げ、そうですね。やっぱり、まあ、まあ、以前ももしかしたら言ったかもしれないですけど、確かにすごい楽しませていただきまして、美味しいご飯に、いい時間でした。最高でした。あ、上手。大変すごい売り上げでしたね。どうでした。あ、なおさんは。僕は、あの、福岡の人の温かいって、さっき言いましたけど、温かさで風邪ひきましたね。なんか知らないですけど、あったかいのに帰ってから帰ってからすぐ風邪ひいたんで、あったかくないのかもしれない。ダメなんですよ、僕交流会だと絶対風邪ひくんですよね。吸い取られてるね。そう、だから今回僕はね、あの直哉くんのブースで、あの本もついでに売らせてもらいながら、今回直哉の警備員をまあ、ちょっとさせてもらってて、流してくれる列、列のね、なんか、なんかそういう感じになっちゃって、名古屋のブースに来た瞬間、お客さんが全員緊張するっていう。緊張してました。緊張してましたよね、名古屋。だから、わだびとかの服屋さんで、ヤンマとかが接客してる時は、お客さん、めちゃめちゃ笑顔なんですよ。ヤンマと接客してる時は。僕のとこ来たら笑わなくなるんですよ。やめとけ。あれ何、あれ何現象なんですかね、あれね。緊張しちゃってって。そう。いや、でもすごい一発目ね、福岡で超いいスタートダッシュでしたからね。ああ、それ俺のペイだ。それ俺のペイだ。今絶対2月ですか。今2月ですね。なんかざっくりなんかありそうな感じとしては、もしかしたら3月にあのまた九州で、うん、モーターサイクルショーのイベントがあるみたいで、ヒルズマーケットっていう、うん、ヒルズにも行こうかなっていう話にもなってたりとか、うん、あとジョインズとかね。ジョインズとか名古屋に、はい、4月愛知のジョインズね、はい、うん、そこら辺の話出てますね。3月、うん、まあ、キンキンの予定で言ったら、そういう予定があるからですね。はい、うん、何をしていこうかとかではないんですが、うん、そう思ったらいろんなとこ行くじゃん、今年も。そうだね、意外と。まあ、ジョインツってなったら、やっぱ僕は出店になるよね。まあ、そうですね、出店だと思います、うん、ジョインツ の、 あの主催者の方が本当に優しくて、うん、あの僕らでも出ていいよって言ってくれたんで、多分出れると思います。ありがたい。近隣の方は遊びに来ていただければなとは思いますので、よろしくお願いします。熊本僕らが遊びに行く、はい、なんかよろしくお願いしますとか言わないと。ちゃんと名古屋とかも初めてかな、初めてね。
出店がどうか。中部とか出店初めてだな。いいですね、近いんで僕らは。はい、そうですね。すごく毎度のあの、うん、ロットショーとか、まあロットショーも今年も行く予定にはしてるんですけど、ね、まあ横浜とかよりはね、やっぱり長瀞とかに比べたらね、はい、全然距離も近くていいですね。ジョインツはじゃあ、はいはいはい、はい、ジョインツは、はい、あの多分僕の初出しがあると思います。お、車両？何です、車両？バイク買ったから。おー、それはもう言っちゃっていいの？いらない、誰も見ないでよ。じゃあ、言って何買ったの？それはちょっとやっぱり、そこは言わない。最近の名古屋の車両事情ってどう？車両事情？うん、車事情は何か買ったとか、これからこれ乗るとか、何かある？今年は関西用と関東用の車を今揃えてるんで、うん、あとバイクも関西用と関東用で、うん、最近何か買ったやつとか乗る予定なやつとかどんなの？一応なんかホットロット、うん、アメリカでそれこそみんなで買いに行った火の玉か、火の玉小僧がもう多分もうちょっと日本に来るので。あれも来るんや。いい。あとまた別にバットマンみたいな車も今もう乗れるように整備してるので、はい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 、もうカミングスーンですね。リッチ。いいですね。あ、お前倒した。いやね。結構車いっぱい来ますよ。嫌なタイミング。ね、バイクも楽しみだな。ジョインツ間に合うかな。なんか花持ってきたね。間に合わしたいね。熊本のあれはリちゃんオトロードでですもり。あ、熊本そうですね。うん、車両で遊び行きたいですね。そうだ。俺もじゃあ。車で出す。まあ、なんか出店とかじゃないですけど、また九州ね。うん、なんか最近の東京多いけど。まあ元々いたんでね、うん。楽しいですよ東京。ちょっといろんなこともそれも計画中なんで。東京の方が仕事が今増えてるから東京に結構行ってるって感じ。あ、そうですね。ちょっと東京で根を張っていこうかなって。うんうん、関西はこうやってもう友達いっぱいできたんで。関西捨てたか。はい、関西捨てて次関東行こうかな。最低なやつですよ。最低だよね。じゃあ捨てたとか言うからや。終わってる。終わってるよね。悲しい。はい、空気悪くなった。捨てるとか言うからや。まあでもその他もね、多分まあ、なんか鳥取、去年行ったんですけど、まあ、ケンちゃんが今年もやりたいとかなんか言ってたんで、あれね、あれめっちゃ楽しかったよね、あれ。あんなんとかも今年もなんかありそうな予感がしたりしてますね。あれのちょっと裏話していいですか？なんすか？高さん、あるんすか？あの、しがないバンドっていうのがあったと思うんですよ。しがないバンド。うん。あれの話もうそろそろもうしてもいいと思うんだけど、あれ、僕らね、バンドしようって言ってたよね。本当はね、本当はね、最初の名前がちょっと指怪我しちゃってできなくなっちゃってね、残念やったけどね。そうですね、ま、指が治ったらやろうよ。ゆうちゃんがボーカルで、直哉がギターで、僕がベース、ドラム誰やったっけ？ドラムはジャン君。あ、ジャン君か。はい、うん、でちょっとやろうかって言ってある程度の練習までしてたんですけどね、ちょっと不慮の事故でね。あ、じゃあもう一回ギター練習しようかな。またね、やりたいよね、せっかくやしね。あれね、できてたら楽しそうでしたね。おぉ、ラスも。とか、まあ、ホットロットショーとか。ホットロットショーとかね。はい、あとね、去年ね、僕、アメリカ学び単体で、ヤンマと出たんですけど、うん、なんかあの、お世話になってるショットさん。はいはいはい。の110周年で、はいはいはい、を記念してレザーズデーってイベントがあったんですけど、はいはいはい、もう本当に革ブランドばっか集まったりとかする、うんうん、そういう革マニアたちに向けての、うん、レザーイベントみたいな、うん、まあ、それこそ匠も手伝ってくれて行ったんですけど、うん、それ楽しかったよね。いや、楽しかったですね。今年もあるんじゃないかって。はい、はい、バイマン、バイマン。リーズもドラゴン、リーズもドラロク。レザーズデーは今年も、レザーズデーは今年もあるなら、うんうん、うちは出ようかなと思ってます。で、ね、はい、で2月のその末にどの車とかも届き出して、うん、なイベントとかも積極的に今年は、うん、あと俺あれ行ってくるやん、
お笑い。お笑い。お笑いのあのレース。ああ、レースね。うん。に、僕は下見で行きます。はいはい、出場とかで。今年はでも結構そう考えたら、車がボコボコ生まれる年ですね。アメリカは？アメリカは6月の予定やったけど、それは変わりない？僕は、はい。うん、6月に行けたらね。そうですね、盛りだくさんです ね、今年も。俺もホットロトがようやく来るんですよね、名古屋くん。俺のホットロトタカさん、僕から車買ったんで。今年はいっぱい車両届くっすね。そうやね。僕あと全然関係ない車も買ったんで、今年は。それも、おお、あれね、4月にお披露目。はい、それまた YouTube 入りますんで。はい、人生初の新車を買ったんで、はい、なるほど、車しか買ってない、はい、それもお楽しみで。まあそんな感じで2024年、はい、で車両が結構ボコ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 出てくる予定と、あとイベント、今年もいろんなイベントに、参加させてもらうと思いますので、はい。こんなに酔っ払ってる？レモンサワーで全体的にやられてるやたかさん。はい、じゃあ閉めましょう。こっち来た。閉めましょう。はい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 。酒くっさ。はい。じゃあそんな感じで、今年もちょっと盛り上げていきましょう。はい、グラグラですいませんが、はい、よろしくお願いします。こんな状態で失礼いたしました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。